最近の美術ニュースということで。最近の美術ニュース、はい、はい、最近の美術ニュースはサグラダ・ファミリアが、ああ、なんだっけ、何年だっけ、ようやく完成するんだろう。2026年にもうすぐ完成しそうという、ね、これ今のサグラダ・ファミリア、はい、2024年現在の、ああ、もうすぐって感じだね。この間あの一番上の十字架が載せられてたような気がします。これどこが中心なのかもう分かんないよね。それどこがファサードになるわけ。これ反対側、あ、後ろ、これもう、あ、これちょっと前の写真かもしれないです、ね、あ、そうですか。もうちょっと真ん中の塔が今一番上に、ここその隣の、これクレーンだよな、はい、クレーンの右側のこれ、はい、そのそこが今もっと上まで来てる。あ、じゃあちょっとごめんなさい、ちょっと前の写真なのかもしれないですね、かもしれない、うん、もうさすがにできるだろう、そりゃ長かったなてか俺驚いたのはさ、なんかあれ、ここの、まあ、この番組のコメントなんだっけかな、なんかでバルセロナ行ってガウディ巡りしたらめちゃくちゃお金がかかりましたみたいなことが書いてあって、金取るんだと思ってびっくりしたんだけど、そうなの今。今2001年から入場料を取るようになったみたいです。それこのサグラダ・ファミリアだけじゃなくてさ、なんかあのグエル・パルクとかさ、それからあのカーサ・ミラとかカーサ・バトリョとか、あの辺もなんか金取ってるらしいことが書いて。あ、そうですか。以前は無料でしたよね。めちゃ無料だったよ、はい、うん、そ、特にそのカーサミラだったかカーサバトルだか忘れちゃったけど、うん、俺もうポコ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 入ってってあれしたら住んでる人が出てきて中見せてくれたよ。あ、すごい貴重な、うん、まあ割と中は普通だったんだけど、うんうん、そんな時代になったんだなと思って、もうここのただでてってこてってこ登っていってここまで、うん、なんとすごい、うん、あの貴重なお写真を発見してしまいましてあとでね事務所のコウさんが持ってるやつってこれそうなんですよ、これ、うん、これはどなたですか。途中ですよ、これここがここいっぱいいっぱい人の、俺だけが一人で登ってるわけじゃないからいろんな人が登ってくるからなんか撮ってくれたんだと、うん、五郎さんですか。ごめん、ここで吸うタバコはうまかったんだよ。タバコ吸ってたんですね。みんな吸ってたよ、高いとこ行って。ほいでこんなありさまだからね、もう別に飛び降りようと思えば全然飛び降りられるし。結構高いですよね。結構高く、こっち側にも撮ったで、こっち側の塔の途中のとこだと思うんだよ。多分。もう本当に勝手に登っていい。メットもかぶってないだろう。本当ですよね。そうですね。みんななんか勝手に登っていってて、うん、あの工事はしてるんだよ。一応なんか工事してるとこ勝手にオーダーみたいな感じで。え、じゃあ工事関係者の方が脇に歩ってたりするんですか。脇はいなかったけど、少なくとも下はガンガンやってた時も。そんな時代だ。いや昔は大高だったんだよ、だから橋の上に負けたのがよかったしさ、ね、五郎さんこの時は並びましたか、列に。全然並ばないよ。並びもしないですか。並びもしないよ、もうそのままとことこ歩いてって、そのままとことこ登ってさ、あー気持ちいいなって言ってタバコ吸ってさ、みんなでなんか俺仲間みたいな同じような貧乏なやつが来てるじゃん、みんなで写真撮り合いしたりなんかしてとことこ降りてきて、大高ですね、おおらかな時代、おおらかな時代だよ。贅沢。今はもうまず列がすごかったですし、今はきっと予約しないともう行けないですしね。行けないね、きっとね、うん、工事の人もきっとうるさいでしょう、うん、工事の人ダメだとかって言ってもタバコこうやってあれしたらさ、出て入れてくれ、おおらかだったよ、うん、はい、完成したとなったらちょっと見たいね。見たいですね。で, すね、でももう登る元気ないね。これはエレベーターないですもんね。ないよね、多分。きっと。なんか
ドローンとかで釣って下ろしてくんねえかな、ここに。本当ですね。さすがにもうこれこの年でここまで登ったら今度降りてこれなくなるな。降りる方が疲れそうですね。降りた時に完全に膝やるな。はい、もうすぐ、もう数年で。さぞかしタバコはうまかったでしょ。そうなんですよ。これ俺の人生でうまかったタバコのベスト10に入る。あ風に吹かれて。風に吹かれて。工事現場を見ながら。工事現場見ながら。うん。五郎さん、あのハンサムですね。そうですか。そうですか。ハンサムですね。若い頃ですからね。ちょっとおおらかっていうのにつながるんですけども、はい、今ちょっとこのニュースを調べてたらですね、エレベーターあるって書いてあるぞ。おい、そうなんですか。知らなかった。ちょっとこれ調べてたら出てきた情報で。この聖堂が137年の間違法建築だったことも今回分かったと、でどういう法なの、どういうことかよく分かるんですけど、19年に初めてバルセロナ市が建築許可を出したという。2019年に、はい、そのままでは、そんなこと言ったら今の建築、多分スペインの建築基準法的に絶対適合しないよ、まあ、ダメでしょうね。だから特別に許可を出したっていうことなんでしょうね。でもだからもしかしたらその耐震とかの耐震というかいろんな基準を満たすようにっていうのも含めて徴収料とか。あ、いや俺これ耐震基準満たしてないと思うよ。本当ですか。分かんないけど、まあ地震はあんまりないですね。地震は多分考えて、だって俺ちょっと何しろもう40年以上前の記憶だからあれだけど、登っていった時にこれ面白いなと思ったんだけど、普通この教会の塔のあの螺旋階段ってなんていうの、扇の先にこう丸くなったみたいな、鍵穴の形みたいな扇形、あの丸いところをこう積み重ねていって扇をちょっとずつずらしていって作るんだわ。わかる。だから真ん中は丸いところがどんどん乗っかっていくから丸い柱みたいになっていくわけだよ、はい、でそこにこう扇形のやつがこういうふうにぐる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 って、ガウディのは真ん中がなかったんだよ。こう本当に螺旋に巻いてるんだよ石が。でこれはすごいけど弱いぞって思いながら登った記憶があるんだよ。あ、そうですか。わかんない、その、もうそれを何十年も前だからそのままあれしてるかもしれないけど、どうだろうね。もうこの形状からして無理な気がするけどね。確かにいろんなことをクリアするのがなんか難しそうな、ここ多分だからこの辺の人に害が出る部分とかはしっかりしてるんじゃないか、聖堂の本体とか。この塔はどうだろう、スペイン在住の方からスペインは地震ないですというコメントは来てますが、わからないよ。こんなね、マンハッタンかなんかであってみんなニューヨーカーが玉毛取ったじゃないか。そうですね、まさに絶対ないって、もうニューヨークは来てましたね、みんな威張ってたんだから。わかんないですよ。だけどあのやっぱりヨーロッパ何が偉いって、これが仮に地震で崩れてもですね、また積むんですよ。同じように積むんですよ。あれがすごいよね。あのイタリアもそうじゃないですか。あ、懲りもせずにまた積むんですよ、同じように。だからあれ見て思っても、日本ってさ、すぐ、いや日本は地震があるからね、あの建物が長持ちしないんだとかって言ってるけど、うん、もう四季と同じでさ、日本にしかないと思ってんのかよ地震があって話じゃん、はい、でイタリアとか地震で崩れてもまた元に戻すじゃん、あのドレスデンなんてさ、あの空広島よりたくさん死んだっていうぐらいの空爆食らった、後にさ、あの瓦礫だって、まだ俺が学生の頃まだ瓦礫が残ってたよ。 そうなんですね。あれを全部さ元の通り積み上げたわけじゃん。だから別に地震や災害があるからっていうのが古い建物を残さない口実にはならないと思うけどね。
と思いますよ、うん、はい、そんなことでいいんですか、はい、これは、はい、ありがとうございます、はい。